航空経営がなぜ必要かっていうと、人間の場合いろんな加工食品を食べるので、やはり口の中にいろんな細菌の塊ができやすいんですよね。で、特に歯と歯茎の隙間、ここにいわゆるプラークっていうバイオフィルムができるわけです。それがやはりいろんな歯の病気、歯茎の病気を起こすので、これをまあきれいにするために皆さん歯磨きをしてもらう。電動歯ブラシはですね、この毛先が交互にこう回る高速回転型か、もう一個はこれは音波で毛先を振動させるという音波ブラシか、もう一個は超音波ブラシ、これは超音波でバイオフィルムを破壊しようとする、その3つ種類があります。バイオフィルムというこう丸い菌と細長い菌がいっぱいこうごちゃごちゃにこう集まっていて形作ってるわけで、それを機械的に歯ブラシでこう取ると、でそれも非常に時間をかければきれいに取れるわけですけども、超音波であれば歯と歯の間であるとか歯茎と歯の間、これは歯磨きでなかなか取れないわけ、そこの隙間に超音波の先を入れてバイオフィルムを超音波で破壊すると、これは非常にイクリーンの大きな特徴だと思います。一研究者、一歯科衛生士としてブラシの開発を監修させていただきました。いかに超音波の効果を、有用に効率よく使えるかっていうのは、ブラシの形がすごく大事になってくる重要なポイントだと思いますので、ブラシのしなりですね、しなり、踊るか踊らないかっていう、しなりがあるとちゃんと歯と歯茎の間、かつ歯と歯の間にですね、ブラシがこう吸着するように入っていくんですね。で、入っていく状態の時でこう動いてあげると、綺麗にみんなが配列して踊ってくれるので、ちゃんと歯間部の中のプラークを除去してくれるっていう、長い方のこの一番先端で出てる方は先端がこう三角になって、でもう片方は平らに切ってある状態でして、これ2段になってます。2段のこの長さが特徴的なのかなと思いますね。長い方と短い方が、ね、ちょうどいい長さがあるみたいで、これが検証した時に私も初めて知ったことで、何ミリっていうこの差の微妙な違いが、このブラシの踊り具合、歯と歯の間での入り具合を決めているんだなっていうのが、ブラシって奥が深いなというように感じた理由なんですね。このリクリーンは超音波歯ブラシなので、普通のですね、もうマニュアル歯ブラシと同じような動かし方をするんですけれども、一番きれいにしないといけないのは歯と歯茎の境目ですから、そこにポンと当ててあげて小さいストロークで優しく動かす、これだけでいいんです。ブラシが踊るようにですね、歯と歯の間にこう入り込んでいくんですね。踊るように動かすっていうのがですね、一番のポイントかなと思いますね。リクリーンはですね、弊社が長年超音波の技術を積み重ねて、研究開発を続けてきた、一つの成果として出来上がった超音波歯ブラシだと思っています。通常の音波式の歯ブラシですと、だいたい毎分1万から3万の振動なんですけど、リクリーンは1秒間に160万回の振動をしておりまして、その振動をですね、歯に当て続けて汚れを落としていくというところになります。一般的な超音波歯ブラシと、連続式と呼ばれるものとの違いは、ずっと出力が一定に出てるんですけど、リクリーンの場合はパルス式というのを採用してまして、温泉の間欠泉ですね、吹き上がりですかね、もうあれをイメージしてもらえると、溜めて出す溜めて出すみたいな、なので、通常連続式よりも約2倍の出力を出せると、より今まで届かなかったところにも音波が行き届いているというのがリクリーンの大きな特徴ですね。リクリーンがですね、これから新しい超音波歯ブラシの一つの選択肢となればいいなと考えております。